えー、キリではハーフタレントがバラエティで見せるキャラに問題があるのかと締めくくっています。えー、森泉さんに関しては以前の放送で岡村さんが森泉は綺麗だけど時々シルベスタースタローに見えると言っていたのを思い、<laughs> そうなのよ。やっぱモデルさんやから、なんかね、CM とかで見たらうわ、かっこええって思うんだけど、喋っててすごいフランクやから、すごい喋りやすいねんけど、なんかほんま時に、 すごい、あのー、んやろう。絞りに絞ったスタローンに見えるときあんのよね。だからもう、紙一縁なのかもわからへんね。でもこれはね、でも言うても、みんなそそるよ、やっぱ。そんな言うけど、結局、えー、ローラでもベッキーでも森泉でも抱けるって言うたら抱くで。絶対に。と思うで。 シェリーでも抱くよ。ホラン千秋でも抱くって絶対。こなんか悲しいよね、こんなん言うてる人。<laughs> そそられへん。ダサいよね。なんかそそられへんわー言うて。<laughs> まあ俺もそんなん言うてんねんけど、内容。こんなことばっかり言うてんねんけど。向こうから来ても無理やわとか言うてるけど。こんなん、格好悪いで。絶対。もうステージが違うのんから。 あのもうこういう人たちはステージが違うステージが違うから芸能界に出てモデルさんやったりタレントさんでやってんのよもうすごいねんからもうこういうのやめとこうかっこ悪いようんなんかランキングかっこ悪いよ <laughs> 昔の前園の風にねちょっと言ってみましたですけどああちょっとつながっていってるね、えー、神戸市のラジオネームジャガーさんから頂きました 俳優の松風広樹が、呼び捨てや。<laughs> 俳優の松風広樹さんが、石垣島周辺で自己最高記録の361キロの特大マグロを釣り上げた。よう釣り上げますよね松川さん。26日からプライベートで趣味のマグロ釣りに挑戦。なんと今回は3年ぶりの釣り。えー、その初日の午後7時頃。 はい、あ。はてるまの西でヒットし、約6時間半のファイト。えー、27日午前1時半頃釣り上げたそうです。こう、新聞記事にも載ってましたもんね。よー、釣りはんな。これ、クルーがいいねやと思うで。その、一緒に、多分マグロ、一緒に釣りしていってる、うその、仲間が。一人では多分無理やから、このマグロ釣りっていうのは。多分ポイントとか全部知ってんねえわ。だって前あれでしょ一番でっかいやつ釣ったよね。 ほんでどっかで落としたよねものすごい金額で落ちたんやもんねすごいなでも3年ぶりって言うけど釣りばっかりしてはれへんねいいよね沖縄にいはるんでしょほど向こうの方にずっといてええー、な釣ってみたいなこんなほんまちょっとまあ年いってからやな年いってからね釣って で、ちょっと、えぇ、ー、捌けるようになって、捌いて、マグロで、アヒポキ作って、ベランダで、パーティーやろうよ。<laughs> パーティーしようぜ <laughs> みたいな、なかったなんか。<laughs> この、オールナイトニッポン、オールナイトニッポン始まる前にいつも聞いてて、パーティーは終わらないやったっけ。せ <laughs> <laughs> 今夜もパーティーしようぜ,ようぜ <laughs> って言ってて。 パーティーしようぜ。さあ、えー、まだもう一枚いきますか い、いけるっちゃいけるさらっと、さらっと行きましょうか。えー、あ、静岡県ラジオネームグラシアスペップからいただきました。えー、アメリカ司法省は27日汚職の疑いにより9名の FIFA フフ幹部を起訴したことを発表しました。えー、容疑者は総額1億5000万ドル以上、日本円紙150円以上の賄賂をもらい、サッカーの国際大会に絡む権利獲得の便宜を図られたと見られています。ね、こんなことするやろほら。 もうこいつらって結局寿司食いながら、金儲うて、で、金も儲うてるくせに、接待で寿司食いながら、どこしましょうかカタールでいいんじゃないのガー暑いみたいですよ。暑くてもできるだろう。ガー寿司食うて。んで蓋開けてみたら、昼間でけへんで、暑すぎて。8月は。危機、ちょっと時期ずらしましょう、やって。 こんなもう結局こういう上のやつらはもうすし食いながら悪いことばっかりしてもう現場全く見とらんから「やめてしまえ!」こんなもんはもう全部やめてしもうたよえね鋼鉄や鋼鉄といえば、えー、大谷氏、えー、支配人えー、ね えー、どこでしたっけ無限大の支配人、えー、やられてましたけども、支配人から更迭されました。<laughs> 早かったですね、鋼鉄なんかこれからはいろいろ頑張っていくんやと、若手とコミュニケーションを取りながら、えー、頑張っていくんです。もう、無限大のエースですとか言うて、えー、いろんな紹介されてましたけども、もう、ものの、もう何ヶ月かで更迭されて、もう支配人でもなく、なんかようわからん、 まあ、あまりにも、プロ、なんか、なんか、プロデューサーみたいな。ホール、ホールの人ですよ。ホールスタッフになってしまう。<laughs> <laughs> なんかわからないですけど、多分なんか、なんか、ジュース運んだりしてるじゃないですか。残念ですよねは。悲しいですよね。なんか、頑張ってきいやーって言って送り出して、なんかね、すぐ更迭されてるんですから。 支配人じゃなくなってるでしょだから支配人って書いてあるとこ、もバーって黒線円入れられてるんでしょで名刺とかも全部変えなあかんしね、今度。もうやばいよ。そろそろもう大谷も、吉本ヨットハーバーっていうのがあるから、最終的に行き着くところはヨットハーバーかもしれないよ。悲しいよね。悲しい。えー、さあ、インパルス・コンパルスですけども、どれにしましょうか。えー、 そうですね。えー、最初の方、えー、福岡市のことのスタンプさんに、えー、インパルスコンパルス差し上げます。えー、今週のインパルス岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム岡村アットマークオールナイトニッポンドットコムまでどん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 、えー。メールおはがきでも結構です。お願いいたします。<music> この度こんにゃく大使に任命された中山秀幸です5点岡村隆の「オールナイトニッポン」小田裕二10大会連続世界陸上メインキャスターに決定100点岡村隆の「オールナイトニッポン」鈴木アンリン「ロンドン」455点岡村隆の「オールナイトニッポン」 メールいただきました。えー、ラジオネームミューパラパラ、18歳の方からです。えー、岡村さん、はじめまして、えー。お盆の8月15日に中学の同窓会があるのですが、行きたくなくて悩んでいます。感情する女の子が仲の良かった同級生なので、どうやって断ったらいいかで悩んでいます。なんでこんなに行きたくないかというと、別れた元彼や告白してくれたのに、簡単に振ってしまった男の子に会うのがきついからです。 今は、えー、彼氏いないので、新たな出会いを求めて同窓会に参加したい気持ちもわずかにあるんですが、元彼が振った男のことは卒業まで一度も話をしなかったので、やっぱり行きたくないです。岡村さん、私はどうしたらいいでしょうか同窓会の参加を断るにも理由が見当たらなくて悩んでいます <coughs>。悩み相談のメールをいただきましたけども、こんな18歳の子からしたら、高井まみ子って言われるのは なんなんって多分、なってるかもわからないんですけども、これね、ええー、まあ、行きたくないかもわかんないですけど、これ行ったら絶対楽しいんですって。こういうのはね、ほんまね、行けんねやったら行っといたほうが絶対いいです。もうこんな、行くのがちょっとま、おっくやとか、ちょっと、なんか、簡単に行くと思わんといてや、みたいな。そういう風になんかちょっと思ってんねやったら、これ絶対行ったほうがいいんです。